うん。起きた。ふふ。おはよう。ねもう起きる時間じゃないうん。起きるかなーって思って、君の頭、撫でてたんだ。だってもう大学に行く時間だもんね。んもう起きるあ、<laughs> 気づいた そう。その君の手についてるの、手錠だよ。ふふ、びっくりしてる。あ、急に動かないで。その手錠、片っぽは私についてるんだから。ふふ、さらにびっくりしてる。ねえ、困ったこれじゃ学校に行けないよ。どうしようか。 手錠の鍵うんとねたぶん日か明後日ってこの家に届くんじゃないかな <laughs> この説明だけじゃ分かんないねちゃんと言うとたぶんまだ郵便ポストの中にあると思うそれで君の家に送るようにしておいたからそのうち家に届くよ なので、残念ながら、私の手元にはありません。ふふ。これで、君は今日、学校に行けないね。それか、私と手錠つけたまま、学校に行くかだけど。ね。私はもちろんそれでもいいよ。見せつけながら授業を受けるの。私は全然平気だけど。むしろ気分がいいかも。 ああ、そんな無理やり外そうとしないで。この手錠結構高かったから、多分手じゃ無理だよ。ねえ、そんなに嫌だ私と今日ずっと家にいるの。今日は学校休んじゃっても、明日は土日だから、最悪外出なくても済むと思うんだけど。ふふ、考えてる。 ぎゅー。私はずっとこうやって君と一緒にいるの幸せなんだけどな。それに不安にならなくて済むから。だって君と私だけじゃないもん学校にいるの。私がずっと君の隣にいれるわけじゃないし。君の隣に誰かがいるのを見るのが嫌だ。 私より可愛い人と話してるとか、私と話してるより君が笑ってるとか。見てて、もう思いたくない。私は、君しかいらないのに。ねえ、だから、君もそうなって。もう私しか見ないでよ。<laughs> ごめん。 すごいわがまま言ってるのは分かってるんだけど、今日はなんか気持ちが抑えられなくて。だから、今週だけ、お願い。私とこの部屋でずっと一緒にいてほしい。それで少し気が収まるから。多分。君があたしのこと好きなのは知ってるし、 大事にしてくれてるってのも知ってるから。だから、少しの間だけ。あ、それにね、これ。一応、手錠の鍵。うん。さっきは嘘ついたけど、もう一個予備であったの。私も、本当に君の嫌なことはしたくないから。 嫌われたくないしだからここで決めて私と過ごすか学校に行くか学校ももちろん休んじゃダメだからねえどうするえ今週だけ本当 <laughs> 嬉しい。 ねえ、好きだよ。ふふ、ほんとに嬉しい。ねえ、じゃあ、今すぐこの鍵捨ててさ。今日は、ずっと、一緒にいようね。